こんにちは、吉根さん。土下座ですか。土下座、半沢直樹みたいですね。私ね、できれば私の無料動画、どんどん出している無料動画の中で、やっぱり講義もあるわけなんですよ。講義ね、稼ぐための1ステップ、2ステップ、3ステップって、そういうものを通じて、もう実はね、利益を上げていただいて、もう商材を買うことなく無料の中で、稼げるようになってもらいたいなって気持ちがあって、ビジネスのほとんどから手を引いてるわけなんですけども、ただそうなるとね、すごく不思議なことが起きるんですよ。というのは、こっちの商材どう思いますか、久保さんとかね。例えば暗号通貨だったら、これこうやって値上がりしますかねとかね、これを買ってみたんですけどとか来るんですよ。でその他には、何々っていうネットワークビジネスに入ってみたんですけども、騙されたんですとかね、どこどこっていうビジネス知ってますと、私はそっちの方に参加したんですけども、なかなか稼げないんですよ。これが何を意味するかっていうと、吉田さんもね、ちょっと感じてらっしゃると思うんですけども、私がビジネスを売らなくても、人っていうのはどっかで買ってくるんですよ、わざわざ。で、信頼してる人に相談するんですよ。それは、はばかりながら私のところにね、相談という形で来るんですよね。本来でしたら、そのビジネスを購入したところ、販売者に相談するべきなのに、そっちの方には行かずに私の方に来るわけなんですよ。それからね、やっぱりね、圧倒的に思うのが、2つ、あまりにもその解釈がちょっとね、いけてないと言いますかね。多くの方、一つの現象をもとにどんな解釈をするのかっていうのが、いちいちね、被害者感情であり、人任せなんですよ。例えばどっかのビジネスに乗っかっておけば儲かるとかね、どこどこのビジネス投資とかに入っていればうまくいくと、でリスクは承知だっていいんですけども、そのリスクが顕在化した時に慌てふためくわけですよね。で誰のせいだとかね、何が悪いとかってなってくるわけなんですよ。で何年も経ってそれが物になってるかって言ったら物になってないんですよね。それほどまでにあっちこっちと手を出して、ある意味ね、私より情報あるんですよ。なんですかね、たくさんの情報をいろいろつまみ食いして、その中でベストと思ったものでやられて、お金を請求しない私のところに相談に来るという形がね、あるんですよね。でこっからもう一つの考え方ですけども、その置かれた状況の中でベストを尽くしているのかってことなんですよ。ただ待ってるだけとかね、いい情報ないですかとか、どう思いますっていうふうな、その読書感想文を集めてもしょうがないんですよね。やっぱり今置かれている状況の中で自分がビジネスを志すなら、やっぱ商品を買うのはいいですけども、じゃあ買った以上に売り上げ立てないといけないですよね。それはもう自分の責任なんですよ。誰かが教えてくれたように1から10まで同じようなことをやって売り上げ立ちましたみたいなことを望んでるんだったら、それはもうあまりにもね、甘すぎるという、そういう世界ではないんですよね。これはだからね、小学校中学校の、義務教育とか学校教育の本当に弊害だと思いますし、どっかの会社に入社しても当たり前のように新人の自分に教えてくれる人がいるっていう環境が悪いんだと思うんですけどね。で本来はそんなものではなくって、あなたには命が与えられました。地球上のどこどこっていう国に命が与えられました。はい、どうぞスタートって感じで、課題も何もなく、それこそ協力者も邪魔者もいないところで全部自分で作り上げていくっていうのが人生だと思うんですよね。でどんなカードが手渡されてくるか分かんないですけども、そのカードで勝負していくしかないんですよ。時にはその手渡されたカード、豚かもしれませんよね。でもその豚ですら3カードを下ろすぐらいの気迫、ハッタリ、ブラフはかけられるわけですよ。でそういうことを繰り返していって、知恵で、何もない時は知恵でね、一歩二歩と進んでいかなくてはなりませんし、その結果お金を手に入れたら、今度はお金によって自分が進む速度を変えていくのもいいでしょう。そして時間を使うっていう方法もありますよね。時間を使ってコツ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 積み上げていって、一定の地位まで上っていくっていう方法があります。私のですから、お金を稼ぐ公式の中にこういったものがあります。能力、知恵ですよね。で時間ですよね。それからお金、この3つの掛け算で結果を出すっていう形なんですよ。最初からお金がたくさんある人はお金を使えばいいんですよ。お金をたくさん使うと、知恵もなくても時間かけなくても結果出るんですよ、お金がたくさんあったらね。でも基本的にお金がないから困ってるわけですよね。ってことは、知恵を使うか時間を使うしかないんだよ。
で、知恵がありますかって聞いたら、ほとんどの人は、いや、私には知恵とか能力ないんですって言います。だったら時間使うしかないってことになるんですよね。私の速稼塾に乗るんならですよ。私の速稼塾に乗る、中で、時間もお金も知恵もありませんって人は、さすがに私はね、もう稼がせることはできないです。稼がないと、稼げないし、あなたは稼げないですよって言うしかないですよね。だって時間もかけたくないんですよ。で、今まで何の人生を送ってきたんですかってことですよ。そしてこれからどんな人生に向かっていくんですかってことなんですよ。人生の中のある一定の時間ってものを投資しない限り何も生まれてこないと思うんですよね。で、お金がないっていう方います。お金本当にないんでしょうか、うん、私はあると思うんですよ。お金ね、1000円とか2000円でもビジネスチャンスって作っていけるんですよね。じゃあ今手元に1000円しかないんですけども、その1000円を元手にどうやったらこれがね1万とか10万になるんでしょうかっていうふうな的確な具体的な質問があれば、これには回答できるんですよ。でもお金がないんですけどビジネスで成功できますかっていうふうなね、ふわっとした質問だったら、あなた次第ですって回答になっちゃうんですよね。で、あとは能力ですよね。能力っていうのはですね、どういうことかっていうと、今そんなに難しくないです。とりあえずYouTube を100日連続でアップロードできる能力がありますかってことなんですよ。それがないんだったらもうね無理ですね。だって発信せずに集客できないんですよ。私はここにいますよとかね、私はこんな商品手掛けてますよ、私の特技はこれですよとかね、私はあなたにこんな役に立てますよってことをアピールしない限り、じゃあそれを見せてください、試させてください、売ってくださいって人現れないじゃないですか。で、今回ね、私携帯利権ってものをやってるんですよ。携帯電話のその代理店を取るビジネスなんですけどもね。で、私登録したのが去年の7月の8日です。8日に、携帯電話のね4860円でスターサービスっていうところに登録したんですよね。で、その時に私アカウント、自分のアカウントポンと作りました。それから1ヶ月経ってそのアカウントから紐づいたグループが何人かっていうと、これは 1000人超えてるんですよ。で、これは毎日毎日動画をアップロードした結果これになるってことなんですよ。もちろん1ヶ月で1000人超えたっていうのの中には、その1ヶ月前から始めたことによって1000人になったってわけじゃなくて、それまでもずっと続けてきたってものがあるからなんですよね。で、私の動画を定期的に、そして不定期的にたまに見る方、潜在的にそういう方が、まあ私のねプレゼン を通じて登録する可能性があるわけじゃないですか。それをずっと2013年から続けてきた結果、何かを紹介したら誰かがその商品に必要だと感じてね、価値を感じて、手を伸ばしてくださるっていうことがずっと培えたわけなんですよ。これが私のだから能力であり、かけてきた時間でありね、お金は全く使ってないっていう話なんですよね。だからこの公式を私は無料でこうやってお話してるんですよ。で、どっかの有料教材買ったところで同じことなんですよね。同じことしかやってないんですよ。いや、もっとレベルが低いかもしれないです、有料教材の方が。なぜなら有料教材売ってる人の中で多分ですけども、私のような人生を手に入れてる人は少ないはずなんですよ。家を一括で買ってみたりとかね、赤字をドカーンとね3000万以上の赤字を一発で返したりとかで、今もね、今もこういう暮らししてるわけ、隠居なんて暮らしてるわけですよ。だから多分ね、多分その教材を売ってる方っていうのはしばらくしたら消えていくか、売って終わりなんですよね、売って売り上げ立てて、その売り上げがなくなったらまたなんか商品売るしかないかなみたいなね。もちろんそれを否定してるわけじゃないんですよ。だから本当に価値のあるものっていうのは有料の中にあるのか無料の中にあるのか、それは自分次第ということなんですよね。有料の中にも見つけられない、無料の中にも見つけられないってことになっちゃったらもう終わりですけども、無料の中にも有料以上の情報価値っていうのは見つけれるんですよ。だから無料だからそれを感じてないだけで、私が全部ねこれ動画放送とかを有料にしたら、じゃあどのぐらいその、価格的な部分から価値を感じるかっていう、これトリックがありますよね。だから不思議とね、私有料の商品っていうのは売ってないんですけども、有料の商品のお問い合わせが来るんですよね。そうなった時に今売るのは速稼塾1個しかないってことなんですけども、その気になったらね、商品はいくらでも作っていけるし、なんならね、YouTube のメンバーシップ制を発動させてもいいと思うんですよ。500円とかね、3000円とかっていうラインで、そういうこともできますしね。で、それそのものが、私が今お話しているこの動画で話していること自体がビジネスなわけなんですよ。これ自体が教材ですからね。そんな感じで億万長者合宿をずっとリリースしてきてるわけなんですけども、なかなかね、吉谷さんはすごいですね。でもね、
この動画何千本もあるけども全部見てるの吉谷さんだけですよね。逆も言えますけどもね、吉谷さんが作った何千本の動画、億万長者合宿のリレー全部見てるのは多分私一人だけなんですよ。そういった意味ではむちゃくちゃ高い信頼関係で我々できてるなと思いますね。では次回の動画も楽しみにしてます。それではいってらっしゃい。